こんにちは、私たちマジカルパンチラインです。秋口優奈です。宇佐美空です。宇佐原子です。松田智樹です。陽太です。本日は2023年ラストの動画ということで、今年2023年を振り返ろう。振り返ろう。今日は、はい、1人ずつ今年撮影した写真を1枚選びまして、その写真を元にちょっとね、お話をしていこうかなというふうに思います。はい、はい、それではまず早速私の写真から紹介していきたいと思います。でるん、私の写真こちらです。どんばーん。すごい、あ吉澤さんが、はい、あのモデルをしてるプリクラ、うん、ベピューとのツーショットなんです。ありがとうございます。これあの撮影したのが大阪で、うんうん、あの私大阪に帰省した時に、うん、地元のお友達と飲みに行ったんですよ、うんうん、梅田に。であのみんなと久しぶりにこう喋ったりしながら、うん、ラウンドワン行ってプリクラ撮ろうよってなって、でプリクラを撮りに行った時にいたの。おー、でもすごい、友達いるよって言われて、友達友達みんなはるかが言ってもう友達ってないの本当なんて。でもちょっともうお酒も入ってテンション高くなってるから、ちょっとチューッと撮るから。これ絶対はるかに LINE してきたよね。え、したっけ。じゃあ酔っ払いだったってことあれ。そう、送ったかも。絶対送ってきた。はるかいたみたいな、うん、そう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 、やば、聞いたことある、その話。嘘、あ、喋ったかも。はるかいたんだよね、梅田にみたいな。絶対送ってきた。やっぱなんかね、大阪いてもそのメンバーと会える喜び、うんうん、を感じた。ちなみにもう一枚あるんですよ。もう一枚、はい、もう一枚ちょっとこちらです。おお、こっちすげー。もう一人の友達、小山里奈さんも、あのプリクラのモデルをしていて、うん、でいたのよ。うわー、ガンドアのプリクラも友達じゃなくちゃ。かなかなかよ、うちの友達すごい一緒ね。気持ちで、で、あの、うん、リナともツーショット撮ってもらって、撮ってもらって、ハルカとも撮ってもらって、なんかちょっと嬉しい気分になったね、うん、やっぱりメンバーだったり卒業したメンバーがこうやってでっかくね、しかもプリクラのモデルさんなんでさ、やっぱ女の子のちょっと憧れ的なとかあるのか、がその地元の友達にも見せれたっていうのもすごい嬉しかった、うんうんうん、だから私の一枚かな。いい思い出。そう、すごい、なんかさ、これ見た後にさ、なんか見せづらいんだけど、ね、いや、いいね、いいね、いいよ、じゃあ大丈夫。私の今年の一番の写真は、うん、こちら何それ、何じゃあ、なんかね、まあまあまあ、こちらなんですけども、はい、あの私、今までめっちゃ目良かったんですよ、うん、はいはいはい、視力検査 A だし、うんうん、全然引っかかんなかったのに、自粛期間に荒野行動を始めてからどんどん視力が落ちていって、はい、で、授業中だけ眼鏡かけてたんですよ、うん、なんだけど、なんかどんどん見えなくなってきて、眼科に行ってコンタクトを作りに行ったんですよ、うんうんうん、で、それが今年の話です。あ、今年だっけ、うん、そう、で、今年コンタクトのその度数とかを分かったわけですよ、うんうん、で、カラコンにね、ワンデーとワンマンスがあるの、うんうんうん、で、やっぱこういう仕事してると、まあ、毎日メイク、大学もメイクしますから、うんうん、あ、もうワンマンスの方がいいじゃないか、ワンマンス、ワンマンスがね、いいじゃないか、ね、コスパもね、そう、と思ってワンマンスのカラコンを買ったんですよ、うん、で、今までね、私コンタクトでのカラコンと同じのしかつけたことなかったから、うん、知らなかったの、このなんかちょ駅とかやってさ、うん、ああ、こう、洗浄しないといけないからね、だから全然知らなくて、この今回が初めて、今年が初めてだったわけですよ、うんうん、まあそれでね、この写真は何だって思ってる皆さん、うん、たくさんいると思うんですけども、うん、まあこうやってね、いつものように洗浄してたわけですよ、うん、はい、チリ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 ってこう縮んでくるカラコンが、やっぱ怖っ、チリチリ、なに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 、で、こうパッて見たら、コンタクト洗う液じゃなくて髪の毛が早く伸びるみたいな液体に、おお、なんか間違えて、それをコンタクトにかけてマジ洗ってたの、やばい、しかも買いたて、これ買いたて、ワンマンスだ、ワンマンスね、ワンマンス買いたてで、見せて、これではね、まだでもあんまチリチリしてないのわかんないんだけど、そう、なんか、うわ、マジでさ、なんかさ、明らかに目に入れちゃいけないじゃん、うん、まあ、洗えばいいかなとかにもなんないじゃん、怖い怖い、ちっちゃくなっちゃう、ちっちゃくなっちゃう、だから2つ並べるとちっちゃくなっちゃう、ちっちゃくなっちゃってて、そう、うわ、で、なんか私今年ね、そのコンタクトデビューもしたということで、うん、写真撮ってた、そう、で、やばと思って写真撮ったのがこちらになります。まあなんか、コンタクト始めたてにしか起こさないミスでは、確かにね、
うわー怖いな。ちょっと似てたんだよね形がね、うんうん、にしても地味な写真だね。ねえ、だからなんか洗濯ミス1年これで重ねたこれだから、これだから違うんだけどまあいっか、みんなも見せてよ、まあ、デビューしたって時だからね確かに。じゃあ次玉木、はい、私はですね、うん、こちらです。何、これは3歳の弟の後ろ、あれこれお父さんの奥の奥の、これ弟、これはこちらこちら、これは奥の鼻長い方だ、これゾウさんで、なんかお父さんが肩車して3歳の弟、そのゾウを見てる私の弟、あ後ろ姿いい、肩車されてるんだ、そう見えないから人、いやーかわいい、髪の毛パヤパヤでかわいいいっぱいあるよ、でも髪の毛やっぱ、あれだ、マスだけ毛量多いから、これどこのやつ、これ、横浜ズーラシア、ズーラシア、そう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 なんですけど、なんでその家族がいるのかっていうと、うん、あのツアー東京、家族全員が来て、あ、でも見に来たのはお父さんと高一の弟、上の方の弟ね、そう、が見に来てくれて、うん、で、横浜の方に昔住んでたから、うんうん、あ、そうだそうだそうだ、そうそうそう、みんなで泊まって次の日、うん、いたの、いや、いいなっていう思い出の写真で、そう、大きくなる、大きくなる、本当に会うたび大きくなって、新潟に遠征行かせてもらった時に、その玉木のご家族も差し入れ持ってきてくださって、うん、その時ね、この3歳の弟ちゃんもすごいなんか王様が座る椅子みたいなのにさ呼ばれてさ、ビーって泣いて帰ってたじゃんか、いや、あれ、初めて見た、あんなやばいよね、お父さんの両肩が鉄の棒みたいな、何してたの、そっからもう大きくなってるもんね、さらにもう抱っこするとすごい重たい、ちなみにその弟くんはどの動物が一番好きそうだったどっちのどっちの、あ、3歳だよ、あ、3歳、高校1年生よ、好きな動物がいいよ、言わないでしょ、あの知ってる動物が少ないからそう、ゾウとかマントヒヒとかまだ知らないんだよ、そうそう、オカピ、オカピがすごい有名らしいんですけど、オカピなんて知らない、私もあんま分かんないいいよね、やっぱタマキとかも一人暮らししてるからさ、この家族との時間もねあんまないから、こうやってたまに東京とか来た時とかに一緒に動物園とかいいね、楽しかったね、素敵な写真、ほっこり、もうコンタクトと比べたら大違いコンタクトで、ね、こんないい、ね、いいエピソードに挟まれたからじゃあ次、花の、はい、わしの改造はこちらです、はい、あのこれ多分 SNS 載っけてると思うんですけど、うん、あの山中湖に3月の時にほうとうを食べに行って、うんうん、私自然すっごい好きだから、うん、山中湖行ってほうとうを食べて、うん、あ、もう幸せってなって、で、あの7月にスパークっていう対バンにまず番宣させていただいて、うん、そちらも山中湖で、ね、開催だったんですけど、その時すんごいほうとう楽しみにしてた、もうこれを食べてもう美味しいってなって、すごい楽しみにしてたのに、他のアイドルさん見たさに、なんかほうとう後で自分で食べますみたいな言って、うん、ライブ見てて、結局ね、なんか食べられたんだけど、ほうとう食べられずに、そうちゃんと自分たちで探して見たんだけど、探してそう、そこもなんか1時間待ちですって言われちゃって、さすがに待てないってなって、ね、ね、あれだよね、みんながなんかもうほうとう食べて幸せなホテルの中で、私はなんか揚げ出し豆腐みたいな幸せな記憶だなと思って、まあ、でも今年中にね、一回ホーター食べるさ、一回ホーター食べるトン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 、来年の目標言うならば、もう来年はちゃんとメンバーと山中湖で、うん、あのホーターを食べる、うん、いや楽しかったもんね、やっぱり山楽しかったもん、ホーターだけじゃなくても、うん、やっぱ1年通して初の夏ですね、しまた来年も出れれたらいい ね、 ね、うん、ホーターも食べに行きたい、ね、もうほうとうの欲の方がなでかいな。ほうとう食べたいよね。食べたいので。いいね。夏フェスも結構出演させてもらったもんね。ね、私、うん、山中湖から始まって、六本木アイドルフェスとか、ティフアットジャム。そうだ。それで言ったらあれだ、マジパンの中で結構でかい出来事って言ったら。
マネージャーさん、あーもうあーそうだね、一番マジパン結成の時からずっとついてくれてた、うん、ケイマネさんっていう、うん、ファンの人の間ではみんな知ってくれてる人多かったんですけど、が会社自体を、うん、あの退職されて、それ結構でかかったよね。それ一番でかいね。そうなのよ、もうマジパンの現場若返っちゃって、もう、うん、もう年齢なんかね、若いけど、二段子さん、ケイマネさんが、あ、まあ、ケイマネさん若いけ けど、年齢的に、だって私と同年代の人がさ、まあ、もうほぼだから、今、事務所のスタッフさんで言ったら、もう超若い、SNS も、もう YouTube なんて、ね、頑張っちゃって、もうありがとうございます。ありがとうございます。本当にあの TikTok とかね、インスタとか、うん、X も頑張ってるので、皆さん、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。じゃあ最後、そらちゃんの。なんか最後っぽくないんだけど、うん、めちゃくちゃ最後っぽくない。結構いい流れだよ。ね、うん、あったかいエピソードがね、続いて、うん、まあ、コンタクトを覗いてね。さっきそらちゃん、自分でさ、なんかトリガーみたいなそう言ってたよ。トリガーみたいな。それでは、じゃあ、はい、そらちゃんの今年の1枚。じゃじゃん。何これ何ちょ見えない、何これって言わないでよ。もんじゃ、またもんじゃ、またもんじゃ、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 もう前回のクリスマスの時に痛い絵見たでしょ、もんじゃ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 、これはもんじゃだよ、美味しいもんじゃですよ、これは。なんか美味しくない、美味しくないもんじゃ、あんまないけどね、もんじゃってもう全部美味しいもん。じゃあ、これは、あ、これはあの夏休みのもんじゃなんです。けど、去年からもんじゃにハマって、うん、そうだね、そうです。で、去年もいっぱい食べたんです、もんじゃを。去年からいっぱい食べてて、うん、もう今年はすごい、去年と比べ物にならないぐらいもんじゃを食べてるんですよ、うんうん、春夏秋冬、朝昼晩としてね、うん、って感じで。朝食べてないでしょ朝食べてないでしょ、まあ、去年と比べ物にならないぐらい食べてて、うん、もう同じこと何やったみんなぐらい話が続かないからさ、ちょっとでもしちゃう。だってさ、さっきさ、うん、もうめっちゃ悩んでた、そらちゃん、うん、今年の一枚どうしようってなって、このあっ、もんじゃの写真あった、え、俺もう喋ればいいんだって。喋れる。なんかめっちゃ優秀だよ。喋れる。これだったらもうしゃべれるみたいな言ってたじゃん。じゃあ行きます。うん、まあ、ちなみにこのもんじゃ何もんじゃ。やばいよ。明太もちチーズもんじゃですね。これ誰が食べたの？はい、はるかちゃんと、うん、そらのママと、うん、はるかちゃんのママ。ああ、いいね。ですけど、これは豊洲にお泊まり行った時に、あの2日目にママたちに集合して、うん、夜ご飯でもんじゃを食べに行ったんですよ。そら、うん、が一回ママと行ってすごい美味しかったもんじゃ屋さんがあって、そこに行ったんですね、うん、で本当に本当に美味しくて、すごいの、なんか店員さんにはるかちゃんっていう子がいて、すごいそのはるかちゃんがすごい頑張って、うん、ってたの、なんかわかんないけど言ってるの、すごいなんか一生懸命お仕事をなさってて、なんかあすごいいいなみたいな、このお店の雰囲気だなって思って、お気に入りのお店になったんですよ。でそれで、まあ、あのこのお店って自分で焼いてもいいし、店員さんが焼いてくれるみたいな感じで、まあ、普通に頼んでて、なんかで、まあ、最初の方からもう空は別に焼けるから、うん、あ焼きますって言って焼いてて、それでなんかまあ 2,3 回目ぐらいでもう一回明太もちチーズもんじゃを頼んだんですよ。でそしたらなんかまた焼きますかって聞かれて、あ大丈夫です大丈夫ですって言ってるんだけど、なんかずっと横に店員さんがいるわけ、うん、でそれで、そしたら空の作ってるもんじゃの過程を乱して、うん、ほうほうほう、そう、なんかすごいですかみたいな、そう、上手ですねめちゃくちゃみたいな、うん、でバイトしませんか、うん、って言われたのそうだな、あったスカウトされたんだ、やばい、だからされちゃうぐらい、私はこの2年間でもんじゃが上手になりました。もんじゃスキル上がってんだ。そう、家でもやっちゃうぐらいなんで。ああいい、ね、そうだから、うん、スカウトされちゃったんだ。そうです、なるのもんじゃ屋さん。ちょっとうち掛け持ちはできないんで、もんじゃかマジパンか選んでもらわないと。確かに、どうしよう。進路相談させてください。ここ3年生だったら、3年生になるか、マジパンでいるか。はい、あの、よろしくお願いします。ちょっともう、もんじゃ選ばれた時にはもうね、はい、あの、心折れちゃいと思う。もんじゃか。ということで、メンバーのそれぞれの2023年の画像で振り返っていったんですけれども、まあね、多分もうここでは語りきれないぐらい、もうこれ個人の思い出だったんですけど、はい、マジパンもの思い出もたくさんあったんですけど、来年2024年もみんなと一緒に楽しい思い出いっぱい作っていけたらなと思いますので、皆さん来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。